見てますか？嬉しいね、嬉しいね。座ろうかな、座ろうかな。座りました。はい。まあとにかくありがたい。もう YouTube の番組っていっぱいあるでしょ。1億個ぐらいあるんじゃない？その1億個ぐらいある番組の中でここに来てくれたんだからとにかく嬉しいです。僕にとっても実は今日は初めての撮影です。もうカメラに前にして、だってみんないないから、カメラの向こう側にいるのは知ってるけども、いないからカメラに向かって、今ね夜ね9時35分一人で、スタジオでお話ししてます。おかっち独演会チャンネルってどんな番組なの、何するの、そういうことでしょ。ここで一体何が始まるんだろうっていうことでしょ。そうなの。まだあんまりまとまってないんやけれども、ちょっとあるから聞いてもらっていいかな。 OK、 ありがとう。僕が小学生の君たちに伝えたいこと、それは本当の自分をもっと出してほしいってことなの。遠慮せずに、周りの人がどう思うかなとか気にしないでね、全開です。自分の気持ちを蓋せずに、蓋をパカッて開けてパンって出していく、そんな風になったらいいなって思ってるんです。そう、でもね、周りのことを考えることも大事だよ。もちろん周りの人傷つけたらダメでしょ、大切な友達とかお母さんとか家族をね。でもね、本当に本当に一番大切なことはあなたの気持ちです。自分の気持ち、自分の気持ちをもっともっと大切にしてほしい。やりたい、やったらいいや。面白いこと思いついた、もう言ったらいいや。どんどんやりたいこと、言いたいことどんどん出していって、解放して。でも分かるよ、分かるよ、新しいことやったらどうなのか分からへんよ。失敗したら周りの人にバカにされるかもしれへんし、自分が傷つくのが嫌や、それも分かる。心配、不安、恐れ、怖い、その気持ちも分かるよ。だからね、自分を出すためには勇気と自信、これがいるんです。自信と勇気、わかる？自分はやればできるっていう自信と、失敗しても怖くない、一歩踏み出そう、やってみようっていう勇気、この2つが大切なんです。この2つが、だから僕はここにいるんです。わかる？君たちが本当の自分をもっと出すために、この自信と勇気が必要。この自信と勇気をここでレベルアップしたい。僕の自信と勇気もレベルアップしたいし、君たちの自信と勇気もちゃちゃってレベルアップしたい。それがこの番組をやってる理由や。わかる？このお価値ね、全然なかった。小学生の時、自信も勇気も両方なかった。だからな、全然楽しくなかった小学校生活。やりたかったよ、おかち小学5年生の時、部活などれでも入っていいよって言われてた。でも決めてて、頭の中でバスケットボールやりたかった。お父さんもバスケットボールやってたから。でもね、バスケットボール部に入る同じクラスの友達がな、おかちよりも身長が高くて足も速くて運動神経ええねん。だからおかちがバスケ部に入っても、どうせ俺は試合に出られへんわ、補欠やって思ってしまって、なんか怖くなってバスケ部に入られへんかって。そんだけじゃないで、好きな人に、好きな人いるやん、可愛い子おったら好きになってしまうんや。小学校でもねえ、可愛いなと思っても、好きやなと思っても、その人に好きって言われへんねん、どうせ自分なんか言っても振られるしって思ってね。もうそんだけじゃないよ、めっちゃ仲良かった友達にもね、おかち悪いことして、いらんことをして、謝ったらよかったよね、謝ったらよかったんやけど、謝ったらなんか自分が負けてしまうんじゃないかとかね、変な意地というか変なプライドがあって謝ることができへんかって。そっからね、友達がねどんどんなくなってったわ。そんな感じでおかちは小学校生活全然楽しくなかった。だからおかちのようにはなってほしくない。おかちは過去には戻られへんけど、これからを生きる君たち、君たちの自信と勇気をレベルアップすることはできると思ってんねん。やればできるっていう自信と、失敗なんか怖くない、その勇気や。無理やと思った、無理やと思った、うん、絶対無理じゃない。考えてみて、考えてみて。自転車乗れる、自転車乗れる、
乗れるよね。じゃあ、箸使って食べれる？食べれる？食べれるよね。オッケー。じゃあペン持って、ペン持って、なんか書ける？書けるよね、書けるよね。できるようになったよね。最初はできなかったんだよ、最初はできなかったんだよ。赤ちゃん考えてみ。赤ちゃんが自転車乗ってるかい？三輪車が乗れません。なんで乗れるようになったのか。それは乗りたいって思ったから。乗りたいって思う気、乗りたいっていう気持ちがあって、努力して何度も何度も繰り返して練習してできるようになったの。自信と勇気も同じ。ここで一緒に学んで、そして学んだことをいっぱいいっぱい試して練習して努力してやれば、どんどん身についていく、レベルアップしていくんです。そう、この番組を通してオカッチは君たちに伝えたい、本当の自分をもっと出してほしい。そうなの。遠慮せずにね、我慢せずにね、周りの人のことを気にせずにね、出してほしい。そのために必要な自信と勇気をここで修行しよう、レベルアップしよう。そんな感じです。これがオカッチ独演会チャンネルです。ふう、まあいつまで続くか分からへん。もう正直オカッチもうええかなと思ったら終わってしまうかもしれへん。まあすぐ飽きるところもあるからね。でもね、この番組やってる限りは全力で伝えたい、そう思ってます。